った人間どもを眠らせる時が来た。さあ今日はこの俺様フレディがデッドバイデイライトの実況をやっていくぞ。俺はキラーは 2,3 回しかやったことはないが、俺は夢の世界の番人、悪魔の使者、必ず全員を地獄に送ってやる。さあ早速見つけたぞ子羊ちゃん。このドリームスネアという水たまりはダメージのないトラップらしい。それってハグとかトラッパーの劣化版じゃねえのか。見つけたぞ。まずはお前が第一号だ。なんだ貴様、もしかしてこの俺をキャリーしようってんじゃねえだろうな。哀れな子羊だぜ。さあこっちか。ああこっちか。いやいやいや、こっちかもしれねえな、おい。あれなんだこれ、全然追いつけねえ。どうなってんだおい。あれどこ行った。あれさあ、こんなバカに付き合ってたら日が暮れちまうぜ。奴らの思い通りになっちゃいけねえ。マイペースにやっていかねえとな。くそー、でもどうしても我慢できねえ。大人をおちょくりやがってよ。てめえこのクソガキ、絶対にぶち殺してやる。待てよ。いやダメだダメだ、落ち着け。俺は悪魔の使者だぞ、落ち着け。子供に構うな。ちょっとせっかくだからよ、テレポーテーションってのも試してみようじゃねえか。なんだ、せっかくこっちにテレポーテーションしたのにそっちかよ、おい。誰もいねえし、おい、どうなってんだ、まったく。おい、と思ったらそっちじゃねえか。こっちだってガキの使いじゃねえんだからよ。さっさと出てきて刺してくんねえかな、おい。おちょくられてる気分がして単純にムカつくぜ、おい。かな、絶対に許さねえ。ギッタンギッタンにしてやる。いねえ。テレビ草刈り、男だったらよ、先生堂々と勝負しやがれ。玉ついてんだろ、玉二つ。ちょっととりあえず行くあてがねえ。テレポーテーションでもするか、おめえ。毎回すぐ視点が切り替わるからびっくりするんだよな。あ、いた、ぶち殺してる。待てろ。あれ、あれは今やつを見つけたんだぞ。ほんま2秒前に。何がどうなってんだ。誰か教えてくれよ。まったく、そろそろみんな気づいてきたかもしれねえがよ、フレディの声はゆっくり喋りすぎて実況が全然追いつかねえ。そもそもだいたいめちゃくちゃイライラしてきたぜ。本当はこんなはずじゃなかったのによ。全員釣り上げて歓喜の笑いで済ますつもりだったのによ。イライラするぜ、まったく。結局この後10分間誰にも会わなかった。一体どうなってんだよ。おめえら全員切断してんじゃねえのか。こんなにやる気回って誰にも会わねえなんてことあるわけねえだろう。久しぶりだな。最後に俺と一発遊んでくれや。でやー、俺様の悪夢にようこそ。くそ、姿を捉えたと思ったら興奮してすぐに逃がしちまう。これが殺人鬼の差がなのか。よくも出口を。終わっちゃいねえ、まだ終わっちゃいねえんだ。俺の中で
デッドバイデイライトはまだ続いたままなんだ。どこにいたって逃がしゃしねえ。ここは俺の箱には俺の夢の中だ。貴様らは俺の腕の中で踊るピエロなんだ。さあ踊れ踊れ。あはははは、誰一人逃がしゃしねえ。ここにも罠を置いてるからな。さあかかってこいクソガキども、俺様と勝負しろ。なんだこいつら、なぜここにいねえ、なぜ出口を開けに来ねえ。殺されるのはへっちゃらだがよ、忘れ去られるのだけは我慢できねえ。お前らはみんな俺の子供たちだな。あそうだろう、だから安心しておじさんのところに来なさい。ああそうだとも、何も心配はいらない。逃げ惑うなんてガキのすることだ。あはははは、出口を開けたな。逃がしゃしねえよ。その辺には無数の罠を張ってあるからな。人は誰くらもいい加減にしやがれ、この野郎。まだだ、まだ可愛い子羊ちゃんたちはあと3名もいるじゃねえか。落ち着いて1匹ずつ夢の中に俺の悪夢に引きずり込んでやる。ここにいねえってことは、後の出口はもうあそこ一つじゃねえ。あそこを抑えりゃ俺の勝ちだ。現地になればなるほど頭の中ってのは冴え渡るもんでよ、今まさにピンピンしてるぜ。おのなんでお前らここにいる、このクソガキ。一体何が狙いだ。なんだこいつら。あ、まさかこの俺に舐めっぽ。このゲーム